小林誠也と安田正史のはじめの2分。皆さんこんばんは、安田正史です。こんばんは、小林誠也です。いよいよあさって手紙放送ですが、はい、今の心境はいかがですか、安田さん。はい、今まで参加させていただいた、はい、作品とは違い、はい、まあ、テーマもとてもナーバスなもので、はい、特別ドラマということで、もう僕がどこで映っているかというとは違う意味でですね、ああ、はい、ぜひ皆さんにご覧いただきたいドラマなんですね。まあ、はい、映画手紙をご覧になられた方も、はい、まあ、今回のドラマ版手紙は全く違う設定で、はい、まあ、より現代的な書き方もされているので、まあ、ぜひ皆さんご覧くださいと番宣したい、はい、ではね、改めまして僕の方からも放送日の詳細を申し上げます。はい、12月19日水曜日夜9時から、はい、テレビ東京さんで放送です。はい、人気作家東野圭吾さんの、はい、代表作品、代表作手紙のドラマ化作品、主演は亀梨和也さん、共演は広瀬アリスさん、はい、中村智也さん、はい、らんたちです、はい、などです。たちですね、はい、すいません、はい、ぜひ皆さんご覧ください。はい、ということで、はい、僕もちょこっとだけいいですか。いいですよ。あの、前回ちょこっと話させていただきました、はい、阪神淡路大震災の、はい、駅の崩落してしまった駅を立ち直すという、はい、作品、はい、実話を元にしたドラマなんですけども、はい、そちらが、来年の1月の15日に放送予定ということでね、はい、はい、それも楽しみですね、はい、関西テレビ系列で、はいはい、放送予定ということなので、はい、ぜひ皆さんそちらもチェックしていただけたらなと、はい、ちょこっと僕からも、はい、番宣失礼いたしましたまあでもいろいろ1年間近くやってきましたけど、はい、結構思い出の作品とかありますか。他に、あ、他にですか。はい、他にってなると、あ、スカットジャパンというバラエティ番組に、はい、参加させていただきまして、はい、その時に大きく自分が映って、はい、もうなんか友達からも LINE が連絡が来たりとかしてびっくりしたっていうのは思い出に残ってますかね。ああ、なるほど。LINE 来るってなんか嬉しいですね、それは。びっくりしました。もう僕は、はい、あと、安田さんは、はい、今年公開されたハイ&ローのサードシーズンの、あ、ファイナルシーズンですね。ああ、はい、のやつなんですけれども、まあ、それが僕 の、 その俳優人生の中で一番初めのエキストラだったんですよね。まあ、なるほど。緊張バクバクの中やった割にはすげえ映ってて、はい、しかも拙い演技でなんか恥ずかしかったです、はい、恥ずかしい思い出がそうですね、これそうなんですよ、 今から見返すとっていう感じですけど。なるほどです。はい、じゃあそれではまず一つ目のコーナーに移りたいと思います。はい、まあ、一つ目のコーナーは今月の食いしん坊のコーナーです。はい、このコーナーは私小林誠也が市川うらら FM の聴取エリア、浦安市、市川市、船橋市、そしてその近隣地域の大盛りで美味しいと評判のお店を独断でリサーチし、実際にお邪魔させていただいた、いただいてご紹介させていただくというコーナーとして進めておりますが、はい、今回は勝手に年末2018年最後の食いしん坊スペシャルとして、実は私の生まれ故郷、はい、熊本の、食べ物についてお話しさせていただきたいと思います。はい、楽しみですね恐れ入ります。まずは皆さんご存知、熊本といえばの定番馬刺しです。はい、熊本県の名物の食べ物として、はい、おそらくほとんどの人が思い浮かべるであろうこちらの料理、はい、この馬刺しを食べる文化が始まったのは肥後熊本藩初代藩主の加藤清正がルーツであるという俗説が有力とされています。はい、400年ほど前の文禄慶長の役があった当時、豊臣秀吉との朝鮮出兵で加藤清正が大陸に渡った際、食料が底をつきやむを得ず軍馬を食したことが発端となりました。この後加藤清正が日本に帰国後も好んで馬刺しを食べたことが、領地である熊本で馬刺しを食べる文化が根付き、はい、全国へと広まったとされています。はい、馬刺しは料理といってもこう刺身、お魚のお刺身となどと同様で、はい、馬のお肉を薄く切って醤油をつけたものでして、はい、マグロのように赤身とかトロという部分と、はい、そしてあの霜降りだったり、
馬特有の部位たてがみ刺しなどもございまして、部位によって異なった味わいが楽しめます、はい、また食べる際につける醤油も黒くて甘い九州醤油におろしニンニクやおろし生姜を溶いて、はい、薬味に薄くスライスした玉ねぎと一緒に食べるとより一層美味しくいただけます、はい、続いて紹介するのはからしれんこんです、はい、熊本の郷土料理として知られるこちらの料理の歴史はというと、はい、熊本藩主の細川忠俊がもともと病弱で、ある時前任地のお坊様玄卓が忠俊を見舞った際に、はい、レンコンを食べるように勧めました、はい、それを聞いたお殿様の、料理係がもともと加藤清正が熊本城の外堀に、はいはい、非常食として栽培していたレンコンの穴に和がらし粉を混ぜた麦味噌を詰めて衣をつけて揚げたものを献上し、はい、それを好んで忠俊が食べるようになったのが始まりとされています、はい、またレンコンを輪切りにした断面が細川家の家紋と似ていたことから、はい、お殿様は大層気に入られたとのことでした、はい、以来からしレンコンは門外不出のお殿様のための料理となり、明治時代になるまで一般に広まることはなかったという説もあるそうです。そんなからしれんこんはですね、はい、れんこんの両端を切り落としてお湯で茹で上がったれんこんの穴の中に味噌、粉がらし、蜂蜜を混ぜて作ったからし味噌を隙間なく詰め終わったれんこんに小麦粉とターメリックに水を混ぜて作った揚げ衣を、まんべんなくつけて油で揚げて完成です、はい、まあ、つまり簡単にまとめると穴の中にからしがぎっしりと詰まった揚げレンコンなわけですね、はいはい、熊本で、お正月のおせちと一緒によく出るこちらの料理、はい、レンコンは増血剤として優れており、はい、からしには食欲増進作用があるため、まあ、とても体にいいそうなんですが、はい、どうしてもちょっとからし味噌の、辛みが苦手でしてよく爪楊枝などで穴に詰まったからし味噌をくり抜いてからレンコンを食べていました、はいはい、そしてもう一つ紹介させていただきますのはいきなり団子です、はい、こちらの郷土菓子は輪切りにしたさつまいもと小倉あんの餡を、練り餅または小麦粉を練って平たく伸ばした生地で包んで蒸したお餅と お芋と、はい、あんこのおまんじゅうのようなものです、はい、ホクホクとしたお芋に甘いあん、はい、そしてもちもちの皮の相性がとても絶妙ですので、ぜひ熊本に行った際、小腹が減った時やおやつの時間のお供にお召し上がりください、はい、ちなみにいきなり団子の名称の由来は、はい、短時間でいきなり作れるという意味と、来客がいきなり来てもいきなり出せる菓子という意味と、生の芋を調理するいきなりという語句の意味が重なっていると言われているんですね、はい、そして、いきなり団子の歴史ルーツを調べたんですが、正直分かりませんでした。そうだったんですか。もしご存知の方が、ラジオをお聞きの方にいらっしゃいましたら、ぜひこのコーナーまでお便りくださいませ。はい、以上、今回は僕の生まれ故郷熊本県の名産品についてご紹介させていただきました。もし皆さんが熊本県に行った際の参考になれば嬉しいです。以上、今月の食いしん坊のコーナーでした。改めまして、現在放送中のはじめの2部、担当は安田雅史と小林誠也の新人俳優2人でお送りしております。さて、今回もゲストをお迎えし、実はもうマイクの前にスタンバっていただいております、はい、お待たせいたしました。今回のゲストは小網しおりさんです。はい、馬刺し大好き小網しおりです。よろしくお願いしますはい、お願いいたします。はい、それではまずね、今回のゲスト小網しおりさんのプロフィールを安田さんから簡単にご紹介させていただきます。安田さん、お願いいたします。はい、小網しおりさんは四国は愛媛県のご出身で、大阪の専門学校卒業後、声優を目指して上京され、声優の養成所やワークショップに通いながら、現在はアニソンライブにご出演されたり、ドラマや某有名アイドルのミュージックビデオなどのエキストラ、そしてこれまた某高視聴率情報番組にオーディエンスとして参加するなど、精力的に活動されてらっしゃいます。そして
なんと今回が初ラジオ出演ということで、はい、まあ、緊張されてらっしゃるかもしれませんが、いろいろとお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、緊張されてます、はい、緊張してます、してます、めちゃくちゃ緊張してますよすごい、うん、平常心、平常心と思ってでは早速ですが、こういったマイクを前にされた今の心境をね、いやもうなんかこう何か出そうみたいな感じですけど、何か出そう、まあね、出さないようにね、こうこう大丈夫、伝わらない、大丈夫、そうそうそうね、確かに、まあまあ、そうね、映像版じゃ見えちゃいますけど、そうね、はい、まあ楽しんでね、やっていこうかな、そうですね、楽しんでやっていこうかなと思います。いただけたら僕も、はい、嬉しいです。はい、じゃあそれではコウミさんがそもそも声優を目指そうと思われたきっかけは何ですか？はい、私あの銀魂っていう最近あの実写化もされたと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、あのアニメがすごく好きで、あ、はいはい、その、登場人物の一人であるド S の沖田総吾くんっていう、はいはい、私の大好きな男の子がいるんですけれども、はい、その、沖田総吾くんのお姉さんの沖田三葉さんが亡くなってしまうっていうシーンで、その沖田総吾くんが普段心を見せない沖田くんがこう涙を流すっていうシーンで、私もすごくそれを見て涙が溢れてしまって、感動して、うん、はい、でアニメでそれまで泣いたことがなかったので、あ、はい、そういう声だけで人ってここまで動かせるものなんだっていうことにすごく感動して、はい、はいはい、そこから目指すようになりました。なるほど、人々を、はい、私も感動させたい、そう、みんなを泣かせたいって笑わせたいは泣く、笑わせたいは泣くよ、それも集めて、はい、そうですよ、そうですね、はい、そう、憧れというか目標とされていらっしゃる声優さんは、はい、まあ、いっぱいいるんですけどね、あ、はい、あのさっきもお話ししたようにあの沖田三葉さんの声優をしてらっしゃる島本すみさんっていう方なんですけど、はい、まあ、代表作みんなが皆さんが知ってるもので言うと、はい、あの風の谷のナウシカのナウシカ役をされてた方なんですけど、はいはいはい、いやいい声、本当に好きです、はい、なるほど、いい声、いい声、そうです、透き通ってますからね、はい、そうなんですよ、いい声ですよね、はい、まあ、でも先ほど、まあ、僕のご紹介にもあったんですけど、はい、アニソンライブにもご出演されていますが、そうですね、お好きなアニソンがあれば一つぐらいちょっとお聞きしたいんですが、はい、まあ、いっぱいあるんですけどね、これもねでしょうね、はい、と思いましたけど、はい、ね、先ほどあの先ほどからずっと言ってるんですけど、はい、銀魂の、はい、エンディングテーマで使われた、はい、ウォーアイニーという曲で、はい、高橋ひとみさんとビートクルセイダーズさんが歌ってらっしゃる、はいはい、すごくポップで可愛い曲になっております、はい、すごい、それが私はすごく好きで、うん、どういったところが、そう、あの乙女心をなんて可愛く書くんだろうっていうところが、はい、もう私をキュンキュンさせるの歌でも感動が、そうですね、もう基本的にその歌詞を私結構重視して歌っていて、はい、そう、あのそういう溢れ出る感情の歌をいっぱい歌いたいなってすごく思っています。だからね、好きな曲もいっぱいあるんですけど、まあ 一つあげるとしたらお会いにですね、はいはい、時間がまだまだ聞きたいことがあるので、はいはい、実は僕たちと映像演技のワークショップも受けてらっしゃいますが、はい、声優さんを目指してのワークショップと映像演技のワークショップで一番違うところって、はいはい、一番違うところはやっぱり自分が映るか映らないかっていうところだなと思います。自分自身が見られるか見られてないかの意識の、はい、なるほど、普段の生活で自分の顔ってなかなか見ないので、はい、なんかこう見られると急に動かせなくなったりするんですよ、顔が、顔とか動きとかがすごくぎこちなくなって、はいはい、それをやっぱりこう演技するっていうのはすごく難しいなと思いますね、はい、映像ならではの難しさが、はい、まあでも声優さんは声優さんで声だけでやっぱ伝えなくちゃいけないっていう難しさ、各々難しいところあるんですけど、お互い、まあ難しいところもありますけれども挑戦していって、まあ頑張って僕たちも、はい、本当に、はい、スキルアップしていきましょう、はい、まあ先ほど、まあ、プロフィール紹介でお伝えしましたが、まあ、実はいくつかのエキストラとして、まあ、参加された作品が公開されてますが、はい、初めてご自身の姿をテレビで見た時の感想をちょっと教えてほしいなと思うんですけど、はい、なんか不思議
ていうのが一番ですかね。不思議ですね。はい、なんかあの自分じゃない人が ここにいるみたいな感じです。一応そう、一番最初に私あの映った時が後ろ姿だったので、はい、あ、なるほど、他の人から見たら私だって気づかないかもしれないんですけど、はい、私は私自身ってすごい分かるので、これはコアミだって分かるのでなんかすごく不思議な気持ちでしたね。はい、不思議な気持ちということでちょっとここでプライベートの話をちょっとしていきましょうか。あらあら、はい、どうぞどうぞ。はい、小林さんお願いします。はい、え、いいですよじゃあクリスマスのね、はい、はい、クリスマス、はい、質問、もうすぐねクリスマスですが、はい、今まで一番思い出に残っているクリスマスはいつでしょうか。思い出に残っているクリスマスはですね、小学校4年生の時ですかね。 あの、はい、ちょうどDS が発売された年で、あ、はいはい、まあ DS を買ってもらったんですよ、お母さんかお父さんかわかんないですけど、はい、サンタさんが、ね、サンタさんがサンタさんが買ってきてくれて、はい、枕元に DS があって、はい、すっごい嬉しくって、はい、もうあの下のリビングに駆け降りて、はい、バッて開けた瞬間に机からバンって落として、おっと、もう割っちゃって、あら、あの、はい、つかないんですよ、押しても一度も起動せずに起動しなくなったと。そう、一度も起動せずにすぐにあの最寄りのスーパーに行ってつきませんって直してもらうっていうクリスマスの悲劇ですね。感じでしたね。どうですかお二人はクリスマス。あ、でも僕も あれですよ、クリスマス同じ DS、 あ、そうなんですね、サンタさんからいただいたんですけど、奇遇ですね。そうです、僕は割らなかったですまあそれが普通だと思う。それが普通ですね、はいはい、ゲーム機買っていただいて、DS ではないんですけど、はい、ゲーム機買っていただいた時に、はい、割らなかったですね、はあ、壊れなかったです大丈夫です、はい、私がおてんぼだってことか、はい、はい、失礼いたしましたでは続いての質問いきたいと思うんですけど、はい、まあ、先ほど目標とする声優さんを挙げていただきましたが、はい、一番思い出に残ってるアニメは何ですか。いや、もう先ほどから言ってる通り銀魂ですよ、はい、もう私の人生を作ったアニメでございます、はい、なるほど。ではせっかくの機会なんで、一番好きなセリフをこのラジオを使って小亜美さんテイストで本気で披露させていただきましょう。はい、あのですね、はい、私ここまで散々銀魂銀魂って言ってきたんですけど、はいはいはい、銀魂のキャラの中でも私男性のキャラクターがすごく好きなので、はい、なんかこう選ぶっていう時に男性のセリフしか思い浮かばなかったんですね、はい、だから私は女性、ね、そう、女性の好きなアニメ、女性がいっぱい出てくるアニメで好きなのって、はい、セーラームーンなんですよ、はい、小さい頃からすっごいずっと見てて、はい、一番最後のセーラームーンスターズっていう期まで見たんですけど、はい、それの好きな大好きなセーラームーンの、はい、何を、一番有名なあのセリフ、おお、じゃあ月に代わってお仕置きを、はい、言わせていただこうかなって、はい、おこがましいですが、はい、思います。じゃあお願いします、はい、よろしくお願いします。月に代わってお仕置きを、わー、響きましたねなんかすごい、なんかごめんなさい、こんな意味がわからないポーズをしてしまったわ今、まあ、ラジオのお聞きの声優事務所の方ぜひオファーございましたら、ここはみしおりで検索いただきましてご連絡お待ちあげております、はいはい、よろしくお願いしますそれでは最後に今回のゲスト、ここはみしおりさん、はい、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、まあね、ラジオとか、まあこれ YouTube でもね流されるので、映像をね、はい、配信されますなんですけれども、まあね、この枠にとらわれず、私 Twitter の方もこわみしおりでやっておりますので、はい、ぜひそっちの方でも私といっぱい絡んでほしいなと思います。ぜひぜひご連絡お待ちしております以上ですありがとうございます、ありがとうございます。今回のゲストはこわみしおりさんでした。こみさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。これからも皆さん応援とともにどんどんお便りお願いいたします。そしてメールの送り先が各番組先月から変わっております、はい、メールアドレスが info@plus-vox.com
info@plus-vox.com、 はじめの2分までお待ちしております。それでははじめの2分、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは小林誠也と安田雅史でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。